じです。ピピピー、動画見てくださってありがとうございます。今日の動画はなんと皆様からずっとリクエストいただいていたあの企画を今日はついにやっちゃいます。よーい、じゃじゃーん、うさぎオンライン縛りでの秋冬服大量購入品紹介をやっていきたいと思います。多分大体6、7点くらい購入いたしました。部屋着とかもだし、アウターとか結構もろもろね、もしかしたら合計10万ぐらいいってるんじゃないかなとも思うんですけれども、そんな秋冬服うさぎオンライン縛りでの購入品もご紹介していきたいと思います。ぜひ動画を楽しんで最後まで見ていただけるとすごく嬉しいです。それでは早速動画いくぞ。ということで、早速ご紹介していきたいんですけれども、すいません、本当に本日ですね、歯科矯正のこの裏側矯正の金具がすごく痛くて、左下のベロが切れてしまっていて、喋るたびに激痛が走っているので、喋りにくくて滑舌がめちゃめちゃ悪いと思うんですけれども、ご了承してみていただけると幸いです。ほんとごめんなさい。ということで、まず一つ目なんですけれども、じゃーん、こちらのですね、ドットのワンピースをゲットいたしました。商品クレジットはこちらです。こちらスナイデルで購入いたしました。うさぎオンライン限定でプリーツフリルディティールワンピース、カラーはドットでサイズは0、お値段は 22,473円でございます。こちらのワンピース着てみたシルエットがこんな感じです。このワンピースはね、ネット限定のものになっているんですけれども、胸元とかお袖のフリルとかがめちゃめちゃ可愛いワンピースになっています。今回私0っていうサイズを購入したんですけど、マッシュ系って0と1とかが結構多くて、私身長160センチないぐらいで0のサイズでこれぐらいのシルエットになるので、結構丈は長めだし、1だと長さも結構出ちゃうので0がいいんじゃないかなと思います。でこれはね、私今回買った理由としては、アウターの中にウルトラワイドダウンとかを仕込んで、その中のインナーとかトップスとかボトムは薄手のことが多いんですよ。なぜかというとですね、ご飯屋さん行った時とか電車乗った時とかって、アウターもモコモコで中のニットもモコモコだと結構汗かいちゃったりするんですよ。割と薄手の方が使い勝手がいいので、秋冬とか寒い時期でも割と薄手を着ることが多いんですよね。なので秋冬にモコモコしたアウターを着る中に着るようなワンピースとして購入しました。もうこれね、袖のねフリルとか胸元のフリルとかめっちゃ可愛くて、ウエストがねサイドでリボンになっていて絞れるようになっています。なのでサイドのリボンでギューッとウエストを絞るとスタイルアップしても見えるので、これはね大人っぽくってデートとかにも結構着ていけるワンピースなんじゃないかなと思います。私が今してるように、こう肩とかね胸元とかにフリルがあるときは髪の毛をねアップにしてポニーテールなんかしたらすごく可愛いと思います。次、お次はですね、めっちゃ可愛い、じゃじゃーん、ニットの白のショートカーディガンをゲットいたしました。商品クレジットはこちらです。こちらリリーブラウンで購入いたしました。ハンドニットカーディガン、カラーがオフホワイトで、サイズはフリーサイズ、お値段は 14,850円でございます。こちら着用してみたシルエットがこんな感じです。もうさあ、リリーブラウンのニットカーディガンは絶対可愛いよな。マジでシルエットが可愛いし、しっかりショート丈の感じが、今着てたねこのドットのワンピースとかに合わせた時にシルエットもすごく綺麗に見えるし、ただの白のね編んでるニットカーデっていうよりは若干プードルっぽくなってるけど、プードルすぎない感じとかがすごく可愛いですね。ニットカーディガン系って真冬に着るの結構きつくて、真冬ってなるとこれでお出かけするのは寒いなってなるので、秋と冬の間ちょっと寒くなってきたな、彼とのデートにちょっとこうさっぽりゆったりあざとい白カーディ着たいなっていう時におすすめです。やっぱ白ニットってあざといじゃないですか。みんなも思ってるかな、あざといはやっぱり白ニットやろうと思ってる子いたらコメントしてください。一緒ですね、私と。やっぱね、リリーブラウンとかで可愛い、ちょっとお高いけどお高い値段を出すだけあると思います。次、お次はこちら、じゃじゃーん、フリフリのですね、結構細見えするトップスを購入いたしました。クレジットはこちらです。こちらスナイデルで購入いたしました。フリルドッキングニットプルオーバー、カラーはブラックで、サイズはフリーサイズ、お値段は1,890円でございます。こちら着用してみたシルエットがこんな感じです。最近オンラインで見たよりも実際着た方がめっちゃ可愛いし、めっちゃ細見えします。こういう上半身にボリュームがある系って骨格ストレートそんなに
得意じゃないなって個人的には思ってたんですけど、これねめっちゃ細く見える。肩のフリルとか胸元のフリルがあることでウエストがめちゃめちゃ細く見えるし、骨格ストレートが一番ねコンプレックスの二の腕が隠れるし、顔周りのねざっくり開いているので顔もこう小顔に見えるし、デコルテも綺麗に見えるし、何よりウエストがめっちゃ細く見える。いやこれめちゃめちゃ当たりだな。しかもニットもね全然チクチクしないし、そのまま1枚で着てもねすごく着心地もいいですし、今回はねこんな感じでねハイウエストのねボトムに合わせてるんですけど、アウトスタイルで着るとこんな感じで着れるので、アウトで着てもめっちゃ可愛いと思う。これめっちゃ当たり。今回はちょっと大人っぽく着たくて黒を購入したんですけど、他のカラーもねあったと思うので、リアルに2色買いしたいなってぐらい可愛いです。まだまだ行くよ。じゃじゃーん。こちらもですね秋に着るトレンチアウターを補充したいと思います。ご紹介したいって言って今私ご紹介したいと思います。商品クレジットはこちらです。おこちらフレイ ID で購入いたしました、スリーブタックステンカラーコート。お値段は 37,400円税込みで、カラーはカーキとベージュの2色展開で、サイズは0と1があるんですけれども、私はカーキの0を購入いたしました。こちら着てみたシルエットはこんな感じです。以前ねいろんな動画でのコーデ動画で出していたアウターなんですけど、みんな気づいてますか？あ、リュックコーデかなんかのアウターとしても使ってたと思うんですけれども、これ私石の秋めちゃめちゃお気に入りのアウターで、最初ね間違えてトレンチって言ったんですけどステンカラーコートでした。間違えました。これほんと可愛い。実はですねマッシュさんの秋冬の展示会に行った時に実際にそのね展示会場で見て、実際着て一目惚れしてめっちゃ可愛いと思って購入したやつなんですけれども、ちょっと光ってる感じのねカメムシのカラーがめっちゃ可愛いし、襟も大きめで可愛いし、長さも結構しっかりとロング丈になっているので、私ぐらいのね身長160センチ前後の方はこれぐらいの丈めちゃめちゃいいと思います。でも身長155ぐらいの方とかでも0のサイズだと全然着れると思うし、意外と低身長さんでもそんなにズルズルになるって感じではないと思います。まあ、秋はね夏に比べてショートブーツとかを履く機会が多いと思うので、ヒールをね常にこう履く機会がすごく増えるんですよ。なのでお気持ち長いやつでも大丈夫なんじゃないかなと思います。マッシュの秋冬展示会で頼んだもので一番楽しみにしてたんです、届くのが。いやそれぐらい私の一押しアイテムでございます。まだまだ行くよ。次はこちら、じゃじゃーん。こちらのニットワンピースをご紹介していたと思います。クレジットはこちらです。オンライン限定のシュナイゼルで購入いたしました、ハイネックミニニットワンピース。カラーはアイボリーで、サイズはフリーサイズ、お値段は 13,761円でございます。こちら着用してみたシルエットがこんな感じです。すごくないこのワンピース。肩がちょっと透けててミニで、全力 100% アザトニットワンピみたいなの持ってなかったので、ちょっと今回挑戦として買ってみたんですけど、思ったより恥ずかしいです。いやこういうの多分あんまり着てこなかったから今まで。まあでもそれ以前にねこんな感じでめちゃめちゃ可愛いワンピースですね。骨格ストレートなので足を出すと結構体が細く見えるので、ミニ丈のワンピース結構得意なんですよね。なのでこれにこんな感じでロングのねブーツ合わせたりとかしたらすごく細見えしますね。ただ私二の腕太いのコンプレックスなのに二の腕こんだけギャンギャン出しちゃったら意味ないのかもってちょっと思っちゃいました。でも彼とのデートにめちゃめちゃいいと思う。ドキッとさせよう彼を。勝負ワンピとして一着買っておくのはいいと思います。結構首元はねボリューム感あるので、髪の毛アップとかした方が絶対可愛いかなと思うので、これを着るときは髪アップしてロングブーツに合わせて着るのがおすすめです。素材もねちょっとだけ痒い。私敏感肌なのか皮膚が薄いのかちょっと分かんないんですけど、こういうニットの痒み結構感じやすくって、めっちゃ痒くて着れないとかじゃなくて、普通に入れるけどあちょっと違和感あるなぐらいですね。ここだけ懸念かなと思います。お次はこちら、じゃじゃーん。私がめちゃめちゃお気に入りで着ているルームウェアをご紹介したいと思います。もうこれめっちゃ可愛いの。商品クレジットはこちらです。ジェラートペケで購入した、まずトップスがエアリーモコカーディガン、お値段が6,820円で、カラーがオフホワイトとピンクの2色展開で、サイズフリーサイズです。私はピンクを購入いたしました。ボトムがエアリーモコショートパンツ、お値段4,620円で、こちらもカラー2色展開で、私はピンクのフリーサイズ購入いたしました。こちら上下着てみたシルエットがこんな感じです。もうこれね、届いてからめっちゃ着てます。こちらも展示会で購入したもので、たくさんのジェラプケさんのね秋冬の新作の中から厳選して選んだのがこれです。めっちゃ肌がスベスベスベで着心地が最高なんですよ。でこちらのねシリーズ
ですが、実はエアリーモコプルオーバーはエアリーモコショートパンツ、エアリーモコドレス、エアリーモコカーディガンっていう4種類あるんですよ。だからカーディガンじゃなくてトップスタイプにショートパンツでもいけるし、ワンピースでも着れるしっていういろんなタイプがね展開されてるものなんですけど、この中でもねこのカーディガンっていうのがめっちゃ可愛くて、やっぱカーディガンってちょっとゴミ捨て行く時とかコンビニ行く時とかにも羽織れたりとか、普段のねキャミとか元々持ってる部屋着にプラスワンできるなと思って今回もカーディガンとパンツにしました。見ていただいてる通り色がめちゃめちゃ可愛いのもあるんですけど、とにかく肌触りが本当に最高だし甘すぎないのがいいですね。フードとかついてないのも結構ポイント高いなと思っていて、私元々フードのある部屋着は大好きなんですけど、フード嫌いな子もいるじゃないですか。この首のねここにモコモコがあるとよく眠れないとか悩み抱えてらっしゃる方もいると思うので、フードがついてないちょっと大人っぽくて可愛いおうちデートに使える部屋着が欲しい子にすごくおすすめです。ぜひ秋のお買い物の参考にしていただけるとすごく嬉しいです。それではエンディングへレッツゴー。以上うさぎオンライン縛りの秋風大量購入品紹介でした。本日も忙しい中ご一緒いただきありがとうございました。インスタグラムスタイムやってるので遊びに来てね。それではまた次の動画でお会いします。よしバイバーン。それでじゃあわーもうね口が痛い、喋りが聞こえないからと思うんですけれども本当にすみません申し訳なかったんです。ということでうさぎオンライン縛りいかがでしたでしょうか。初めての企画だったんですけど、うさぎオンライン縛りをね今までやってそうでやったことなかったので、初めてやった企画だったけどめっちゃ楽しかったし、みんなからリクエストをいただいていたのでリクエストに答えられて嬉しかったです。にっこにっこねー、カプチャギのニコニコちゃん、みんなラブライブ見てました昔。私ラブライブやろうしやったと思う。ニコちゃんと小鳥ちゃんとマキちゃんが好きだったよ。みんな誰が好きだった？ということで今日だけでありがとうございました。またうさぎオンライン縛りの企画リクエスト多かったらやりますね。あとこんな縛りのブランド縛りでやってほしいとかリクエストがもしあったらコメントで教えてください。そのリクエストの購入費用もしやってるかもしれないよ。じゃあねーバイバーイ。